はい、どうも皆さんこんにちは、小平でございます。ってことでですね、今回なんですけれども、いやーついにやってきましたよ。もう今回ね、てか何回ねトラック動画出すんだってお話でございますけれども、虹ヶ崎学園フィフスライブ虹ヶ崎場所、こちらのですねネクストときめき公演デイ2のですねトラック結果がやってきましたということでね、いやーついにこのトラック結果を言う時は来てしまいました。ね、まあ、僕ね前回ねネクストときめき公演デイ1ね、こちら応募しませんでしたと、動画では言いました。はい、まあ応募しなかった理由といたしましてはですね、まあ、前回ご紹介した以前ですね、ご紹介したフィフスライブはですね、なんか両日当たらないようにできてるんじゃないかというような動画を出しましたので、まあ僕はねネクストときめき公演はデイ1よりデイ2の方が行きたいので、もうどちらかをもうこう天秤にかけるしかないっていう状況になっちゃったのでね、まあ予測なんですけどね、まあ、もしかしたら両日当たるかもしれないですけど、そうなってからじゃ遅いので、気づいてからじゃ遅いので、まあ今回はねデイ2を選ばさせていただきました。もうデイ2ね本気で今回ね当てに行きたいなと思います。まあ何せね本当の意味での千秋楽じゃないですかね、ガチの千秋楽だから、カラフルドリームスカラフルスマイルズ公演のデイ2も本当は行きたいけど、ネクストときめきのねデイ2も行きたいということで、いや本当ねこれはドキドキする、トラック結果でございます。今回ね、いやもうマジでね緊張する。これがね本当の意味での最後の、トラック結果と当落のね発表となると思います。あ、でちなみにねカラドリ公演、お台場、ね東京ガーデンシアター公演は残念ながら、2日目ね外れてしまいました。はい、なので、先着とかが今後販売されない限りは、おそらくデイ2参加できないんじゃないかなと思います。参加したいんですけどね、まあ、というねそっちのカラドリ公演はさておいて、ネクストときめき公演のトラ結果、E プラスね、E プラス見ていきたいというふうに思います。もうねあんまりねじらしてもしょうがないので、ではではここら辺でですね、E プラスの方見ていきたいと思います。いきます。虹学の最後というか虹学のラスト公演を見届けたい、お願いします。おーお、ご用意されました、ありがとうございますということで、ごめんなさい、あんまりね大きな声で騒ぐことできませんので、こんな感じの小声でお伝えさせていただきました。やりました。いやということでね、フィフスライブのデイ2、ネクストときめき公演ですね。つまり、武蔵野の森総合スポーツプラザ。約1万人程度のキャパが入る会場でございますけども、ご用意されました。ということでね。いやーもう嬉しい限り。もうありがとうございます。本当に今回ご縁があって嬉しい限りでございます。まあね、今回ね、連番のね、方と共にね、シリアルそれなりに、まあ、積んだわけでございますよ。ね、これはやっぱり行きたいなと。千秋楽ね、行きたいなという共通の認識があったもので、行きたいなと思ったわけでございますけども、無事に、まあ無事というか、ご縁があったということでね、武蔵野の森公演、デイ2参加させていただきたいと思います。いやー、嬉しいですね、本当にね。23,690円。あ、違うか、これコンビニ払いだからもうちょっと安くなりますけど、クレジットカードなんで。まあ21,000円ぐらいかな。21,000円、まあ22,000円とかそれぐらいか。はい、ということで、まあね、直ちにお支払いしたいなと思います。あ、で、ちなみにね、今回もね、多分倍率調査のアンケート、実施してると思いますのでね、まあ、ぜひね、皆さんのね、倍率の、まあ、倍率というか、トラック結果ですね、のアンケートを皆さんのね、アンケート結果もコメント欄に書いていただければと思います。今回ね、僕と共に、ご縁があった方、本当におめでとうございます。そしてですね、今回外れてしまった方、本当に残念ではございますが、まだね、一般抽選とか、二次選考抽選がありますね。などいろいろ申し込みの機会ございますので、諦めずに頑張ってください。まあ、本当に皆さんとね、お会いしたいので、武蔵野の森でも、皆さんにもチケット運がね、回ってくることを心から願っております。もしですね、この動画いいなと思う人、グッドボタン、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。メンバーシップ登録もお願いします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。